リバイブ。はい、こんにちは、リバイブです。リバイブ今日のギグラーメン調査団。今日の企画はね、もう一回ラーメン調査団。やっぱ笑われてたらラーメンですね。先日、ゼクスと2人で撮ったんですけど、動画を。あ、そうなんですか。最近俺ら疲れてねって言って、動画でもっと元気な姿を見せなきゃいけないんじゃないかって。俺いつでも元気じゃね。私はいつもそうだけど、前に比べたらちょっとテンション下がった。え、マジで。ちょっと仕切り直す。リバイブのゆうたと、やっとしゃーす。おーダン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 。はい、オッケー。ここから普通で大丈夫ですか。大丈夫ですか。もう最近さ、はい、ラーメンが一番伸びてるよね。まあラーメンみんな好きだからソウルフードだ。だからこう美味しいお店をね、もうどんどん紹介していきたいんですけど、そうそう、本日はラーメン矢倉さんです。やっ、俺ずっと行きたかったよ。あ、そうなんだ。あのね、初めてこの宇都宮に降り立ったあの日、前のバンドだったんですけど、もちろん俺ね、ラーメン屋さんを探すんですよ。うまそう、写真が上手い。あー、そういうことね。そう、これは大好き。大好き。で、たまに行きます。有名店でしょ、きっと宇都宮では。まあそうかな。とても美味しいよ。トップ10に入ってる。あ、そうなんだ。グルナビ。へえ。グルナビ行ってみましょう。あ、早速ラーメン食べていくぜ。よろしく頼む。元気だぜ。やってなかった。やってない。5時からやってなかったであります。5時から来ましょう。宇都宮の駅東ね、なんかゆくゆくすごくなるらしいよ。雑。ロータリーができるらしい。やってまいりました。ついに来たね。やっとやってるって。行こう。はい。全部のスマート。いや、これでいきましょう。これです。中華そば。こっちしか食ったことない。こっち、なんかね、これにしてみよう。はい。おすすめ。えい。最高じゃないですか。何系？ホロホロ系。多分途中で来たチャーシューで一番うまい。マジ？最高です。最高です。いただきます。あ、ごめん、俺も。
柔らかいね。歯ごたえ、なんか中がトロッとして外がカリッ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いや食べたね。最高です。スープ全部飲んじゃったの。全部飲みましたよ。お腹いっぱいだったね。美味しかったです。なんかこう飲みやすい、食べやすいラーメン。そう、武士系にしては食べやすいね。スルスル入っちゃう。酒飲み最高なんじゃない。最後の、ね、最後の締めとしてはね、さっぱり系ラーメンもいいけどね、ちょっと濃いめが欲しいかもしれない。その時いいよね。決してこうあっさりではないけどスルスルいっちゃう。チャーシューは、チャーシューやばい。食った中で一番うまい。おい、チャーシューうまいね。ここやっぱなんかプルプルしてるんでもなく、硬くもなく、ちょうどいいで、極厚。何系なんつうこれ、ホロホロ系です。ホロホロ系、ホロカシ、ホロカシいい感じです。ぜひ来た際はぜひお越しください。やぐらそば、やぐら屋、中華そばやぐら屋でした。またラーメン調査していくんで見てね。